さあ始まりました車研究所カーナビサービスのお時間でございます。テレビシュワードはそうカメラ担当岩明です。よろしくお願いします。はい、というわけでですね、はい、今日はなんと AE86 のレンタカー、はい、これの抽選になっているということで。そうですね、やんちゃんの大好きな GR86 の全身のお車、A86、はいはい、カローラレビン、スプリンタートレノが昔のまんまの白黒パンダの状態で電気自動車になったり、水素になったりされてるんですね。で、前回のモーターショーではなくて、ヒューエルフェスに行った時に実際あったんですよ。これいいなと思って、矢野ちゃんが乗りたいですねって言ったけど、乗れるわけないじゃないですかと思ったら、今回なんとレンタカーで申し込みができると。すごい。それが9月19日から30日、今日は最終日というわけで。なるほど、はい、レンタカー価格3時間2万円と。申し込みを早速していこうと思います。すげえ。あ、申し、はい、これからね、申し込み。そうですね、で抽選だから当たるかどうかまだ分かんないよってことですね。そうですよね、はい。じゃあ開いていただいて、上から、はいはい、説明していただければ。これ豆腐でしょ。そうです、豆腐です。あ、しかもなんか電気自動車って取り替えたんだけど、なんか豆腐店みたいな、豆腐店みたいな感じ、豆腐店みたいな、はい、あ、かっけえ。このあのヘッドライトがいいですよね、パカッとね、開ける、はい、いいわ。これでにゃんちゃん乗って、たまたま前に来た86と、うんうん、上に上げて挨拶みたいな。あー、いいっすね。信号を押し、はい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 、よくあるやつで。よくあるやつ、はい、すげー。これをじゃあ早速、これは2つあるんですね。 BEV、 あ、電気、はい、と G16E はこれは水素。あ、水素、水素ですね、はい、2つある。なるほど。これをじゃあちょっと抽選早速やっていきましょう。水素がいいんだ。ですよね、やっぱ水素、やっぱせっかくだったら、はい、すごい水素、水素で、はい、電気じゃなくて水素。車両の特徴、はい、じゃあまず水素ですけども、はいはい、AE86-86G16E コンセプト、富士 86BRZ スタイル2024で初公開された、新世代のエンジン G16E を搭載した特別な AE86 で、この富士 86BRZ スタイル2024でファンの皆様からいただいた熱い要望にお応えし、初公開されたばかりのこちらの車を特別に期間限定&抽選形式で、ヴィンテージクラブ by ティント、あ、ティントね、はいはい、ティントの、特選車、特選旧車レンタカーとしてお客様に体感していただくことが実現しました。レンタカーのご利用の際はトヨタ自動車の開発スタッフが直接お客様に車両のご説明をする機会を設けておりますので、このチャンスぜひお楽しみくださいとなっています。車の特徴から言ってみましょうか。ズドン。この特徴としては、状態の良い 4AG エンジンが少なくなっている今、 AE86 に長く乗り続けていくための新たな選択肢として、モータースポーツを起点としたもっといい車作りの中で鍛えた新世代のエンジン G16E を搭載。 AE86 の軽快かつ意のままに走るドライビングをさらに高めた仕様にするため、特別に G16E エンジンを NA 自然吸気化し、 4AG エンジン同等以上の出力とハイレスポンスを両立、まあ、より速く走るというか、うん、すごくなったってことだよね。自然吸気化、そうね、ターボじゃないってことでしょ、だから、うん、ですで、エンジン本体をはじめ ECU やセンサー、ワイヤーハーネスが新しくなることで故障リスクを軽減。いいですね。新世代エンジンを活用することで燃費排ガスなど環境にも配慮しています、うん、環境にも優しくなって、さらに昔のエンジンよりも当時のエンジンよりもより良くなっているというところですね、うん、なってます。ベースの車は AE86 のスプリンタートレノ、長さが 4215mm、幅が 1625mm、 全高ですね、高さが、1315mm、 ベースの車よりもちょっと低くなってるかな、これだと、うん、車両重量に関しては20キロ、うん、ね、増えてる、うん、いいね、大きいからですね、うん、
なのでほとんどサイズ感は変わらないよというところですけど、少しだけ高さがちょっと低く気持ち低くなっていると、重量が20キロアップしてますというところですね。あ、乗車定員2名。あ、そう、重量も5名、後ろが、ね、3人か座れたんですね。で、もう五速日射ですね、マニュアル車で 2WD の FR、 これは一緒ですね、合わせてなし。どんな感じなんだ、なしなのか、なしです、ね、なしではなかったら若干ちょっと、モデスはもう自分で、そうですね。あとレンタル期間ですよ、これちょっと申し込まないといけないですもんね、今日も3時間で2万円もう10月3日もすぐじゃないですか、当選者のみ当選通知メール。うわー、そうなんだ。これって10月3日目標までに来なかったら、そういうことか、マニュアルの免許が必要、それはもう僕たちですね、クリアしてます、で、貸し出し時間が限られているため時間内でお楽しみいただけるいただける推奨コースを終わって、推奨コースがあるとありがたい、ちょっと見てみて、どんなコース、あ、高速道路も走れるじゃん、水素のやつ、電気はダメなの、電気はダメです、で共通して観光ルートもできるよ、でも高速道路とか乗りたいですよね、せっかくだから、これ水素っていうかガソリンなんじゃない、やっぱ水素じゃなくてガソリンでしょ、水素がないんだ、じゃあ今回はガソリン入れてくださいって言ってるからガソリンでしょ、水素にしたもんね、まあでもガソリンの方がいいよね、どうせ乗るなら、だってあのガソリンと電気さ、時間はかかるから、まあ、申し込むか、じゃあ確かに時間は2つだから両方申し込んでもいい、どっちか乗れたらいいですもんね、なんつってもね、2つ頼もう、じゃあまあこの辺の希望日とかはまた後ほどアップするということで、今日のそうね、今日も申し込みだけ 2台あのどっちも申し込むということで、あとは皆さんどうだったかっていうのをやればいいですかね、電気自動車の右にあるどんな感じなの、そうですね、ちょっと想像がつかない、電気のマニュアル車、だってエンジンかけてクラッチつないでガソリンだったら演奏するけど、電気でも演奏するの、確かにでも電気はずっと通電してるわけです、そうね、じゃあ残りのこれからじゃあその抽選応募のフォームをですね、全部残り埋めて、あとはどうなるかというところを皆様にまたお届けしていきたいと思いますので、ぜひ今回の動画結果をですね、楽しみにしていただければと思います。この動画が面白かったらチャンネル登録、高評価と素敵なコメントをよろしくお願いします、はい、それではまた今度は当選発表でお会いしましょう、バイバーイ。当たるかな。